広沢氷衛門は、浪曲師。大阪市何く生まれ。本名、小島菱五郎。実の兄が三代目、広沢都省。父は、床亭という名の理髪店を経営。尋常小学校を中退し、堺市東港の床市という理髪店に修行。その頃兄が浪曲師になる。父も、趣味で小屋を借りては、浪曲師を集めては、浪曲の会を開いていた。 子供の頃から楽屋に出入りするようになり、理髪店の修行の傍ら浪曲の会に出るようになる。13歳の時に、先輩の浪曲師の勧めで理髪店を飛び出し浪曲に入る。1911年に、広沢東園の門下となり、広沢あたり久後、1912年に、東中圏雲江門にあやかり、広沢氷江門と改名。 老曲師になってからは主に地方工業が多く、全国の一座を転々とした。一時半引退状態となり、不要圏、霊花のマネージャー、雑貨屋、映画館、ストリップ劇場の経営などをやり、生計を立てていた。第二次大戦後、三代目、桂米長、小沢昭一、A 六助等の勧めで、復帰、80歳近くなって朝日放送の、カズオに、 米朝の推薦で出演し人気を博す。テレビやラジオにも積極的に出演し、朝日放送で悪性伝という題のドキュメンタリーが放送され、本も出版された。東京では木村松太郎とよく二人会を開いていた。必殺死行人第12話あんたこの役者どう思うでリンサイモンの久5年。ありがとうございます。